ポルシェ 911GT-1 は、ポルシェが1996年のルマン24時間レースに参戦するために993型のポルシェ911をベースに開発したグループ g t 規定のスポーツカー。1994年に新 GT カー規定の隙間をついたマシンがルマン24時間レースで優勝を獲得したため、GT カー規定の枠組みの見直しが実施され、 1995年から本来の GT カーによってレースが行われることになった。そのため1995年になるとマクラーレン F1 が GT レースに参戦を開始し圧倒的な強さを発揮した。一方ポルシェにはマクラーレン F1 と戦えるマシーンは 993GT にしか該当せず、戦闘力としてはマクラーレン F1 に勝てるものではなかった。 そこで、急遽1九十六年のシーズンに間に合わせるため、ポルシェが九百十一ベースのグループ g t 一規定のグランドツーリング、スポーツカーとして開発したマシンが九百十一 g t 一である。九百十一 g t 一九百十一 g t 一ボーカル九百十一 g t 一九十八水霊の水平対向六気筒 DOHC のツインターボの3166。 cc のエンジンを搭載。3気筒一体の水冷シリンダーを採用。GT 規定により、ファイ3 6 6 m、mm、m 2のリストリクターを装着し、交渉出力 640PS。911GT1GT1 規定のホモロゲーションでは、計25台の行動仕様を生産することが義務付けられていたため、ポルシェは 911GT1 ストラシンバージョンを 開発し、1996年の前半に、ドイツ政府のコンプライアンステストをパスしている。エンジンは、ヨーロッパの排気ガス規定に合わせて、レーシングバージョンよりも若干リチューンされていたものの 544PES を発生しており、乾燥車重は 1100kg で、0時速 100km 加速が3.7秒。最高速度は時速 308km に達する性能を、 有していた。なお、車体番号上は A ピラーの関係上993になっている。ありがとうございます。